よし、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、まあ、見えとると思うんですけど、はい、壁のね、お、はい、これガラついてるでしょ、まあ、向こうなんか見ると分かるけど、でこういうのがうわって なっとるわけじゃない、うんうんうん、これちょっともうパテ入れちゃってるんですけど、はい、だけど、まあ、これを実際に再現してわからなくさせるんだよね。そうですね、わからなくなります。できる？できます。俺最後まで撮りますね。お、最後の最終仕上げまでね。あ、めっちゃいいっすね。まあ実際に塗り替え道場のさかなクンは撮ってバッとわからなくなるか、いろいろ面白い解説つけながらやってくれると思いますので、はい、最後まで見ていただければなと。はい、せーの、いや、はい、難しい。これはこうなってる。いまいち手応えが。じゃあね、ここから材料の名前は何ですか、ちなみに。レナラック。これで殻つけるってことでしょ。うん、そうだ、ね、っていうのは要は結構ボツボツのこれだよ。おお。つけタイルっていう。ボツボツね。まず攪拌します。はい。おお。それは水？これ水です。うん、本当新品に対して350ぐらい。長いで魔法かけていい？はい。いや。できました、はい、魔法がすごく登場しますね、はい、でじゃあこれでもう準備してくんだ。はい、早送り魔法かけるわ。お、はいはいはい、はい、ここに入ってます。おー、ワープゾーンから帰ってきたね。すごい早かったね、はい、びっくりした、びっくりした、感動した。棒読み。この玉の大きさがあるんですよ。チップって言って先っちょの口径があるんですけど、はい、大きいちっちゃいってあって、柄が本当に合うかで試し引きできるようにいつもこうやって大きい用紙をして。あ、そういうこと。あ、そうです。じゃあ、うん、はい、試し引きします。おお、へえ、へえ、こうやってやるんですね。これちっちゃいですね。こんなちっちゃくトラブルです。はい、じゃあ治るの。ちょっと大きい光景にしてみます。ラップゾーン、いってらっしゃい。はい、行きました。ちょっと光景変えたんで、はい、でやってみます。はい、いきます。あ、もう全然違いますね。これがさっきのちょっとちっちゃいやつですね。そうですね。でこっちが今口径変えた、うん、あ、でも全然大きさ違いますね、やっぱり。そうですね。じゃあ実際に、はい、来たらね、まあ、何回も聞くけど、この柄はこれ取ってももう割らないと思うんですね。そうです、ね、まあ、もちろん最後緑に出るでしょ。うんうん、マジ、そんなことないの。任せてください。わかりました。じゃあ拭きます。はい、はい、お願いします。はい、まだわかんない、わかんないですね。もうちょこっと拭いていきます。終わりました。はい、あ、終わりました。はい、はい、これ終わったということで、はい、次の方でね、はい、までちょっと一気にジャンプしておきます。はい、魔法でいく、いつもの。あ、わかりました。得意な、はい、魔法ね。はい、オッケー、オカーで次の方で撮りますんで、はい、せーの、ほい。じゃあちょっとやってまいりましょう。はい、で今吹き付けして、まあ今団子状ですね。これは潰したる状態なんで、この玉を潰すんです今。うん、でそこで使うのがカットローラーっていうローラーで潰していきます、はい、でここに塗芯っていうシンナーちょっと入ってるんですよ、はい、で水と芯だと弾くんで、ベリーってくっつくと剥がれてこないように。じゃあ行きます。はい、はい、あれ、もう固まってる、固まってる。ちょっと喋りすぎたんだ、はい、大丈夫。あ、そう、わざと優しくやってんだ。そうです。この上からまた塗料が出るしね。あ、そうです。そっかそっか、その感じも計算のところなってことだよね。そうです。一旦ちょっと目地取りますね。はい、よっ。おお、いや、もうほんと微妙な厚さですね。こっち合わせなかったね。何でもいいでいいんじゃないもんね。こっち合わせなかったね、絶対に。一旦ちょっとこの辺でやっていきます。はい、うん、はい、とりあえず止めれるわけだね。はい、また乾燥待ちで、うん、はい、持ってきました。はい、あ、乾いたところだね。乾燥待ちで、はい、はい、やってみましょう。はい、はい、これが同じ色になってくってことですね。そうですね。まあ、もちろん色は、まあ、もちろん色同じになるんだけど、うんうん、これ柄がわからなくなるからね。なるほど、うん、やってみましょう、はい、じゃあお願いします。はい、おお、あー、もうこの時点でもうあれですね。うまい、うまい。合ってますか。あ、結構合っとるわ。合ったですかね。あ、あんまり全然わからんじゃん。わからん。社長、社長、あ、俺邪魔。結構強めだったでしょ、今。今強かった。音入れなか、音入れなかと思った。さすがアベンジャーズ。アベンジャーズ、すごいね。テラリシベンチャーズ。
ベンチャー企業魚なんか音が音鳴らしてください。美味しくもなんもない。まあこんな感じで全然あちょっとラインで撮るチャンス。そうですね。でもどうですか皆さん見てて。カメラからは分かんないですね。あ本当ちょっと近づいてもどう。あんま分かんないですね。探したら分かるけど、どこですか。合格ラインじゃね。あどこですかこれ。えどここの辺だよね。あおどうですかちなみに合格ラインですか。おすが、まあ、これ合格じゃないかな、うんまあ、ちょっとコメント入れてください。ではこれちょっとまあ OK いいねっていうふうになるんだったらあのぜひコメントお願いします。はい、ちょっと緊張しながら最後ではまた見てる。そうですね。うーんまた見てね。